はい、皆さん、こんにちは。2023年、ここが出た、満館本試験回答速報。はい、で、今回ですね、私が担当いたしますのは、法令の部分、法令、まあ、問いの1番から問いの19番、まあ、民法とね、それから区分所有法中心の分野ですね、えー、そこを見ていきます。で、担当はね、私、レック専任講師の小野と申します。よろしくお願いいたします。 さあ,あとはですね、えっ、ー、と、規約ですとか、適正化法、まあ、このあたりはね、有山講師が担当して、で、設備系の方ですね、これでは亀,亀田先生がね、担当することになっております。また、あ、が、私はね、前半部分、えぇ、ー、問いの1から問いの19番というねあの、区分法とか民法ですね、あと適正化法、適正法じゃない、円滑化法とかね、ありましたけど、このあたりの、えー、内容をお話をします。というか、えっ、ー、と、所管です。<laughs> あの、あらかじめ申し上げておきます。 今回ですね、その、正解詞が何番とかね、うん、それから合格予想点ですね、推定点。えー、予想点みたいなことは申し訳ないんです、ねえー。申し訳ありません。まあ、あの、感覚としてね、まあ、難しかったなっていうのはありますんで、ね、えー、っとね、まあ、去年ほら40点ですよ。<laughs> ただ、あの、不適切な問題がね、2つあったんでね、で、えー、去年ほら11%ね、超えちゃってるんで、えー、もう、 マンション解消試験といえば10%いかない、一桁であるという、えー、のがあったんですが、まあ、そういう年もございましてね、40点で、まだ、あ、もうこれに問、えっ、ー、とまあ、不適切な問題があったということがございますので、疑義のある問題でいきますとね、まあ、2、3問と言っていいのかな、去年はね。で、今年につきましてはですね、まだ結果分かりませんから、ただ、えー、去年よりは結構取りにくかったんじゃないかという印象を持ってます。 ととああたたりりををね、えー、お話ささせていただくことになりますさあでは、改めまして皆さんねお疲れ様でございました。で、えー、今回ですね、あのこのマンション解ね問題。で、これ今ね、私もですねあの、こうやって解いてね、やっていきまして。で、今みたいな話なんですが、で、えー、っと基本的にはですね、えー、皆さんが今日ね、まあ試験を受験なさって、まあ、お手元にこれ、問題あるよという形で、 お話をしていきますだからまあ今年受けていなくてねえー、っとマンションオン会社試験ってどんなもんかななんていうふうに思ってる皆さんはえ申し訳ないんですけどえー、っとどういう問題ってねいうのは後でえ手に入れていただきたいと思いますあと正解し番号ね何番になるかなんていうのもねあのまあ間違いないんじゃないかなっていうのは私途中で触れちゃうかもしれませんけどただすいませんええー、もしかしたらわっちゃうかもしれないんで後でねえー、っとまああの ホームページ等を見てね、あの正解し番号を確認していってください。あとね、データが集まらないとですね、まあ、あの我々ね、合格推定点とかはね、やっぱり言えないんです。で、今、現段階ではですね、もう試験終わってからね、これ2時間ぐらいしかまだ経ってないんですよ、えー。その段階でね、もうと大急ぎで解きましてね、でなるほど、去年とかね、おととしとか比べて、おそうなったか、なんてことをお話ししていくことになります。というわけで、えー、まだデータが全く揃っていないので、 まあ何点になるかっていうのは私の方から言えません <laughs>、ね、まあねただまあ去年よりはかなり解きにくかっただろうな特に民法ですねまあそんなあたりのところね、えー、少し話をしていきましょう、ね、でまずですねあの個数問題がね問いの1番から問いの19番ねえー、っと区分所有法まあ大きく変化はありませんよね前半部分で区分所有法と民法系が出てきているということ えー、ただですねえっとねまあこれ、まあ、私の記憶でも初めてなんじゃないかなっていう感じなんですが問いの5番にね問いの5番ねあの問いの5番で、えー、事例問題がありましてねまあ A と B はいずれも公満証の区分所有者例が遠くとか外壁ねいずれも許容分で自ら所有する専務と合わせて第三者に賃貸で賃料を得ていると。でまあこの賃料が問題になっておりますよね。 賃料が問題になっておりまして、まあ、不当利得になるんじゃないかという話なんですでまあ不当利得になるんでしょうけどねまあ全くその不当利得なんか関係ないよって何の話をしてるのってなったら問題成立しませんから、ねえー、だからまあ問題としてねこう書いてある事情は不当利得、ねまあ、対象となるのかなっていうのは想像つくただ次なんですよ判例によれば誤っているのはどれかこの出し方ですね 判例によれれれば誤っていいるのはどれかこれはどかこ結構厳厳しい出しししし出出方方でょうねだってね民法の規定によれば誤ってるものはどれですかっていう聞かれただけでもねまあ基本的に申し上げますと民法の規定によればっていうならば民法1,050条あるんでまあで例えばね平均して大体第4項ぐらいであるとするならば6,000の情報があるわけですよ。 えー、そこに書いてあるかないかなんてね、いうことになって。まあ、それだけでも大変ですよね。まあ、もちろんね、限定かければそういうことはないと思います。ええー、ただ賃貸借なんてね、民法の中でも賃貸借なんて限定をかければね、まあ、600条あたりに限定かかってくるのかもしれないけど。でも、この問題は、判例によればって言ってますよ。だから、これに関する判例があるんです。あってね、その判例が、さあ、どういうふうに言ってますか 答えろって言われた問題なんでもうこれ聞かれたらもうちょっとどうしようもないかなまあそうですね民法学者の先生だったらですよ、えー、民法の研究をね専門的にやってる先生だったら知ってるかな当然ねいう判例でしょうねなんだけどねって感じでもうそこまで学者だったら知ってるよねっていう問題を出しますかって感じなんですよねでこのの、ね、問いの5番に関していくならば もうこれはレベルでいくならもう最高度に高度な問題ですよ。ハンディによればって言っちゃってるんでね。まだこういうとこです。そこから先はね。えー、こっから先はそういうとこ。で、今回また少しお話をしますが、使用貸借とか、即時取得とか、ね、なんだかね <laughs>、って感じであとね、差害行為取消権とか、何をこれってやつね。もう何じゃこれって問題ね。ありました。じゃそういう意味においてはね、 えー、問いの1番から始めた皆さんは、まあ、若干面食らったんじゃないかと思いますで去年割と民法ね楽だったんですよね割とねまあ伝統的な問題が伝えされているなんですが今年に関して言うとっていう感じなんですよねまあかなり厳しかっただかこれもそうです問いの5番ね判例によれば誤っているのはどれか、ね、で実はこれ平成27年ね平成27年の9月18日の判例をもとに作っている問題なんです だからねあ平成27年9月18日のあの判例かってもう知ってる方いたら尊敬しちゃいます <laughs> もう民法学者にね匹敵するぐらいの専門的知識をお持ちかなと思うんただねって感じねたまたま知ってましたっていう方以外は知らないと思いますよでこれも私ねこ,なこういったほらこのテーマに関する判例があるのはもちろん知ってます、ねえー、なんですけどねその平成28年9月18日なんてことそこまで知りませんよ で、もってね、いろいろこう資料をひっくり返しまして、あったあった、この判例、この判例ってね。で、答え出していったんです。だそこまでね、えー、試験会場で、ああれかって、平成28年9月18日、ええー、最高裁判例であるってね。まあ、そこまでの方一人もいらっしらないと思う。だそこは禁止しなくていいんです。だったらどうしますかですよ。ね、状況を見てね。ええー、状況を見て、不当利得の話をしてるんだから。で、まあ、見ていきますとね。まあ、なんかこう、 できるという方向でででみんな書いいてありますでしょ、えー、できるという方向ね不当利得に返還請求権というのは、まあ、できるんじゃないのっていう方向で選択肢は作られてます、えー。どれ一つとしてね不当利得なんてものは絶対に認めない当てはまるわけないじゃんかっていう選択肢はないんです。だったらできるということで前提で行くならば、えー、これは絞り込みかけられたんじゃないかなという感じはします。 あとは本当にね、区分法の知識ですよ。で、これは多分間違えてないんで言っちゃっていいんだろうなって感じですよね。まあ、おそらく3番ですよね、誤ってるのは。ね、3番でしょうね。で、これもね、まあ今、えっ、ー、と、まあ、我々ね、間違いないと思ってますが、なんか見落としあったりしたら困るんでね。まあ、あまりこの何番の答えっていうのは言いませんけど。だから、これは3番が誤りでいいんじゃないかな。なんでかっていうとね、えー、これほら、今みたいにね、 不当利得っていうのは返還請求はできるんだよって。できるんだよっていう前提に立った上でいきますと、あとはほら、えー、っとね、まあ、集会で決議できますかっていうこと。で、集会っていうのは、閲文商標というか、マンションにおける最高意思決定機関で言い方をするじゃないですか。だか最高意思決定機関で、さあ、こういう請求を誰に任せるかってことを決めちゃいけないか ってていいいう視点に置いていくならばできるんじゃないのって行くんじじゃゃなないいのってくかなまあだからねえー、これ平成27年の判例であるとさあその知識を聞くよってそれ知ってるよねって言われたらいやそこまではって感じかもしれないでもね全体的な方向性が認める不当利得による返還請求を認めるっていう方向で選択肢は方向性を持っているじゃあ次もう全然離れていいんですよそのテーマから離れてね じゃそのマンションにおける最高意思決定機関である集会において区分所有者の団体ねこれだから管理組合ですよ管理組合だけが行使できることにしようええみんなでバラバラでやるんではなくて管理組合だけがやることにしようとみんなで決めちゃいけませんかって質問なんでいやそれ否定する根拠ないと思いますよだめ、ね、であるとなこと絶対に認められるわけないじゃないかと。 だったらこれ普通にできるんじゃないかなっていうふうにもう落ち着けばよかった。だからね、えっ、ー、と、我々、まあ私もそう、私だけではなくて亀田先生もね、から有山先生も、太田先生もね、ええか大浦先生も皆さん、同じだと思います。何かっていうとね、あの、やっぱり全体像ですよ。民法においてはね。ええ、あとは区分法そうです。全体像をしっかりと押さえて、ね、その基本的なラインです、ねえー。基本ラインのところをしっかりと固める。それやっぱり大事なんです。 今回ねこの選択肢に関してもねなんだかよくわかんない判例とかねいうようなイメージを持ってもじゃあこれどうだともう絶対に認めることできないのって集会なんかこんなこと決められるわけないじゃないかって100%不可能なんですかって言われたらそれは違うと思いますだったらそういう方向で基本的なラインかからら絞り込みはかけられる問題まあただねちょっとねいかがなもんかいっもありましたよねあの えー、なんか細かいものもありましたしねなんか引っ掛けもあったかなって冷やします引っ掛けね,ねいやーもうこの問いの9番もですねもうこれも言っちゃっていいんじゃないかなあの問いの9番なんかもそうなんですよ問いの9番ねまあこれはあのいわゆるね立て替えですで立て替えに関しましてねでまあ区分法と民法ですからもう円滑化法とかね細かいもの抜きにしていいと思う、ね、で立て替えについてはね でもってまあね要するに、ね、誰に何どんな請求できますかってやつでまあ多分4番あたりをね全体的に見ると正しいよね4番ねえー、っとねまあなんでしょうね生活上著しい困難を生じる恐れがあるだったら裁判所は1年を超えない期間内において相当期間を供与することができるあ,あったってうん多分そこ狙ってますよね いやーって感じねこれ明け渡しだったらうんそうなの。ねえと63条に書いてあるの。ただね4番は「E に対する移転登記手続きをする義務について相当の期限許容」。ないですよこんなもん。ねこんなもんないですね。出てけというのがね生活に困るよと。だから出てけと言われたらねえ路頭に迷ってしまう。 ということであるならば、まあ、すぐに、明日、あさって出てきたんで無理言うなと。え、1年以内の期間を定めてね、許与してあげると、待ってあげるよっていうのは分かる。えー、転倒期手続き関係ないじゃない。<laughs> って感じかな。えー、転倒期手続きね。えー、まあ、必要種類揃えて出向いていくと。そういうのやったら生活上一時困難生じる。これ自体がなんか、つながらないんですよね。だから、それに気がついてしまえば、この選択肢はね。 いやいやちょっと待ってよって関係ないだろうと分かったかもしれない。なんだけどね、えー、そこにこの時間内ねえっ、ー、とね例えば五十問でいくならば一間二分四十二十四秒ですよ。四十五問だったね一分一分か一問ね次二分二十四え二十三秒だったかなえっ、ー、と二十六秒二十四秒かなんですよね。だその中でこれ気づけって言われてるんでいやーって感じでしょ。だからそういう意味でねこういう問題が どういうふうになるかなっては私はわからないんですいや皆さん気がついてね何こいつ何言ってんのって普通気づくじゃんって皆さんがそう気づくんであればこの問題は簡単だと思いますね多分問いの九番とかねいやだからみんな引っかかるよって気がつかないよっていうなら難しくなるんですだからこのあたりもね、えー、蓋を開けてみないとわからないそういうのは結構ありましたえー、とあとね、まあ、先取りだ即時取得問いの十二番とかねえー、あとは何ですか問いの十三番が差外行為取消試験ね えだから問いの15番使用対策とかね、問いの16番は事務管理とか、なんじゃこりゃっていうの結構いっぱいありましたんで、あと問いの17番もそうかな、不法行為の消滅事項の期間ね。で、これ、物損ですよ。物に対する損害と人に対する損害ね、怪我とか生命とか違うんで、そのあたりをね、限定して聞いてきてるんで、ま細かいでしょうねと思います。今回ね、区分法は割とね、条文通りなんです。 だからね、単純知識の問題が多かったんですが、えー、ただし、まあ、条文通りだからね何でしょうこの疑事になるのってあまりないんだけどなんだけどって感じねじゃ知ってるか知らないかってことになりますとそれは細かいものもあったしあとねその試験会場で正確に思い出せるかっていうと、まあ、これも自信ないものもございましたというの19番の中で、ね、もう個数問題3つ出てくるんで内情にやりにくかったと思うだそういう意味におきましたね、えー、今回のこの まあ法令系ですよ。えっ、ー、と、民法とか区分法とかね。えー、ここはですね、えー、非常に対処しにくかった。まあ、少なくとも去年と比べるならば、もう難易度はかなり上がっていると言っていいでしょうね。まあ、ということでございますから、皆さんね、えっ、ー、と、割とね、知識としては細かいものもあった。だと、こまで、えー、基本的なところ。いわゆる我々が、まあね、かっこつけて、リーガルマインドなんて言ってるやつですよ。法的思考力ね。まあ、そのあたりで、 どのくらいい迫れたかかななっていうところかな例えば最後にこれだけ言ってねこういうのがリーガルマインドだってことをお話をして、えー、私のお話を終わりにしますねただ13番ですよ13番ねえー、まあ13番これ差外行為取り消し権で非常に細かいんです細かいんだけどねえー、っと301号室を真に贈与してるじゃない301号室を真に贈与してますよねでこれ差外行為だとしますよ要するに差外行為っていうのは えっとね、例えばこれでいくならば B さんをねあえて困らせるために行った取引なんで B が取り消すことができる。ね。差外行為取り消しと言っていきます。でね3番とかですよ。13番3番とかね。400万の限度において贈与取り消しってどうやんの ?301 号図をターで上げます。これ900万円です、ね、400万円の部分だけ 取り消せるどうやってやんのあのこれ言える方いたらちょっと、えー、手を挙げてみてる感じだよね。あのさ売ってお金にいておく話じゃないですよ。900万円のものをあげました400万円だけ取り消すので400万円だけ無効にしますってどうやってやんの九分の四だけ無効はいって感じだよね。 1> 1号数を9分の4だけ無効にしますよって何の話って感じでしょだってこれ何ななよくわかんないこれ無理なんじゃないってもう大体設定したらねこの言い方さえおかしいんじゃないのっていう発想まあこういったものがね、えー、我々は俗に言うリーガルマインドってやつなんで、えー、そういうところでどれだけ正解しにね迫れたかなっていうところが分かれ目になったかと思ってますなるべレルとしてはね、えー、かなり難しくなっておりますので、まあ、法令灯油1回灯油19あたりでね あのうわ難しいと思ってもこれは多分普通だということだけ最後にお話をして私の方は終わりにします。さあではね私のこの、ね、法令系に関する、はい、速報の所簡の方ですね以上で終了です。皆さんお疲れ様でした